先頭は古木、2番手浅田慎吾、そして3番手争いは福田の外から早船歩夢、最終コーナーに向かっています。古木は先頭だ、2番手浅田、大外から4番の早船も上がってきています。最終コーナーではややタイヤがスリップしている5番の浅田、外から早船、背までも届かないか。先頭は長井、2番手は押した、そして五十嵐和夫も今3番手でいっぱいになり始めています。最終コーナーに向かいます。ここは1番人気に応えまして、今最終周回第4コーナーをクリアする長井、2番手を押した、3番手五十嵐の体勢で今チェッカーアタックを受けました。残り1周のブルーフラッグを通過しました。五分五分の勝負が続いています。先頭争いは神業と若い友勝の勝負、さあこれはゴール線上まで目が離せません。先頭は5番の神業匠、一写真リード。ここからフルスロットルで若い友和が迫ろうとしている。まもなくチェッカーブラック、先頭争いわずかに神業接着。先頭矢島、まだまだリードがある。あー至近距離まで黒川が来た来た来た。さあ先頭争い、うーっ冬の日、ここは先頭争い、ゴール線上はまだまだわからない。先頭矢島、先頭矢島、相当から追いすがる黒川京介、明けっぷりよく最後は並んでゴール。テレタマプレゼンツ川口ナイトレース、いよいよ優勝戦を迎えます第8レースです。ハンデゼロには古木健、押田幸雄、大外が矢島俊之、 20m は神和田匠、永井大輔、若井友和、黒川京介、以上のメンバーによる優勝戦です。さあここは黒川京介一番人気を集めています。試走タイムは1番時計タイ。今回初日の両走路の動きが圧巻でした。テレタマプレゼンツ川口ナイトレース優勝戦の発走でございます。3秒前、第8レース優勝戦スタートしました。ハンデゼロでは押田がポーンと飛び出しました。そして最終ハンデは5番の長井がトップスタート。ここをまくろうというのは黒川京介。さあ黒川に抵抗する長井、間をかいくぐるようにして若井友和が最終半から追いの主導権を握りました。3コーナーで古木を捉えて若井友和が 3,4 コーナーのカーブでは3番手まで上がっています。さあ逃げるのは押田幸雄、2番手には矢島が続いています。競争は2周目に入りました。1コーナーでは神和田、さらには若井友和の競り合い、道中若井をさばいたのは神和田匠、現在神和田は3番手の位置、若井友和4番手、その後ろに黒川京介が続いております。先頭は押した、2番手には矢島が続いています。残りは4周回、3番手には4番の神和田、さらには若井友和、黒川京介はやや置かれた5番手の位置を回っています。さあ先頭争い、ここで3番の矢島が先頭に駆け上がっていく。先頭は矢島に変わりました。押田を捉えた矢島と周期が先頭に立っています。残りは3周回、さあ4番の神和田も接近してきています。1コーナーから2コーナーで神和田が2番手に上がりました。若井友和は現在押田を捉えて3番手の位置。さあ首位攻防戦は矢島と神和田の勝負になりそうであります。先頭争い、さあ矢島と神和田の勝負であります。残りは2周回、ここで神和田が内側から捉えていきました。矢島を捉えた神和田匠が先頭に立っています。矢島は2番手に交代しました。若井友和、さらには黒川京介、中盤戦は完全に足が止まってしまっています。終盤戦はいっぱいになってしまいました。4コーナーを立ち上がりまして、残り1周のブルーフラッグを通過しました。神谷田が先頭だ、2番手矢島、レースを盛り上げました矢島でありますが、現在2番手の位置、最終コーナーに向かっています。4番神谷田匠が先頭です。今最終周回第4コーナーを先頭で神谷田がクリアします。昨年の5月9日以来、1年5ヶ月ぶりの優勝ゴール、3番手は接戦ゴールだ。神和田匠、素晴らしい道中の動きを見せました。今年初優勝となりました。これが9回目の優勝戦進出、通算5度目の優勝ゴールとなりました。ハンデゼロから主導権を握った矢島と周期でありましたが、最終半から追い足、最も際立っていた神和田匠が仕留めていきました。3番手ゴール、わずかに6番の若井が先着、黒川4番手ゴール。
ありがとうございます。はい、チーズ。もう一回いきます。ありがとうございます。川口男公式 YouTube です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、今節は、はい、もうバラエティに富んだ走路3日間。そうですね、晴れ雨ぶち全部走りましたね。はい、まあ、振り返っていかがでしょうか。そうですね、初日がちょっと羽が治らなくて晴れがあんまりいい印象じゃなかったんで、まあ、むしろ雨とぶちで最後まで走れたんで、むしろ自分にとってはラッキーだったかなと思ってますけど、はい。でも、まあ、まあ輸出も数多くしてますし、まあ安定というところでは最近の成績はいかがなんでしょうか。ここのところちょっと落車の影響もあったりで、あんまりこう調子が良くなくてずっと、不調だったんですけど、まあちょっと不安定走路っていうのも助けられたところもあったんで、そういうのはちょっと強みにはしてるところでもあったんで良かったです。はい。まあ今日はまあ最終的にブチ走路優勝戦になりましたけども、準備としてはあのこういう走路が一番大変なのかなと。そうですね、まあ僕はどっちかって言ったら雨の方がもともとは苦手意識あったので、まあ昨日は乗れましたけど、まあなんでタイヤも晴れ寄りで今日は乾くことをちょっとでも乾くことを信じて、はい、待ちました。ではもう次が日本選手権になりますけども、はい、いい弾み、はい、流れができたんじゃないでしょうか。はい、まあ日本選手権はちょっとスタートも大事になってくるんで、今節通してちょっとスタートも良くなったんでちょっと頑張れそうな気がしてきました。はい。まあ、選手権といえば、まあ、ゼロオープン、はい、まあ、横並びになりますけども、はい、そのスタートに関してゼロオープンと、うん、まあ、ハンデ戦のスタートっていうのは変わりますか。はい、そうですね、やっぱ横並びっていうのは、まあ、本当に少しミスがあると隣の人にも行かれちゃったりで、内側だと行かれたらもうレースがお釈迦になっちゃうぐらいなので、まあ、スタートは一番大事かなと思ってます。亀田選手が好きな枠ってありますか。はい、ゼロオープン、何回か1枠も経験したことありますけど、大体飲まれちゃうことが多いんで、まあ、真ん中から外ぐらいが一番自分なりには一番切れるかなと思ってますけど、まあ、内側有利なのは間違いないんで、精一杯頑張りたいと思います。最後にメッセージを、はい、意気込みを含めていただいてよろしいでしょうか。はい、そうですね、今回久々に優勝できたんで、次が SG ということもあってちょっと流れに乗れたかなと思うので、次の SG も精一杯頑張るんで応援よろしくお願いします。1着4番、2着3番、3着6番以上でございました。